皆さんこんにちは、かなえです。私は数週間前に3年住んだアメリカから日本に戻ってきました。ということで今日はアメリカで我慢してた日本の食べ物をたくさん食べたいと思います。それでね、帰ってきてびっくりしたこととかがいっぱいあるので、それを話しながら食べたいと思います。いっぱい買いました。鮭2切れで300円。いきます。グリルです。アメリカになかったね、グリル。長ネギです。日本の長ネギ。アメリカはさ、こんな太いやつかさ、こんな細いあの小ネギみたいなのしかなかったから。ようやく長ネギが食べられます。はい、見て見て。まるちゃんの焼きそば。食べたかったんだ。これね、3個入りでアメリカでいくらだったっけ ?300 円ぐらいするんですよ。300円ちょっとかな。これをね、130円ぐらいで買いました。イエーイ。はい、そして長芋です。アジアンスーパーにし行かないとなかったの。300円でした。アメリカだとこの太いやつ1本で200円ぐらいしました。やったね。しめじ、ようやくしめじ食べれるよ。はい、ということで今日は見てください。皆さん見て、まず、まあ、ご飯でしょ。まあうまい。お味噌汁、これなめこを入れたの。長芋高かったんだよ。長芋でしょ。これ焼きそば、これもさ、焼きそばの麺が売ってなくて、中華麺が売ってないからさ、ずっと食べたかったの。しかももやしとか入れちゃったわけ。もやしだってさ、一袋さ、100円ぐらいするの。だから高級食品だったら、我慢してたの。だからもやしをたくさん入れました。あとは、鮭でしょ?ちくわです。ちくわ、思い返してみると、こういう練り物がね、アメリカになかった。アメリカは普通のスーパーと、アジアスーパーっていうね、日本とか中国とか韓国人のものが買えるスーパーがあるんだけど、そこに行かないと練り物はね、まずないし、基本的に冷凍とかが多かった。嬉しい嬉しい。あとは、はい、納豆です。来ましたー。納豆。納豆は3パックで、ボストンで300円したの。高級でしょ?だから食べられなかったから、70円だって。ということで、これを食べたいと思います。イエーイ、いただきまーす。おー、おかがもね、いっぱいかけちゃおう。豪華でーす。あとね、お酒を買いました。夫と二人いるんですけど、はい、日本のプレミアムモルツ、日本のビールと、ほろ酔いチューハイでーす。チューハイがね、売ってなかったんだよね。だから、うちはいつもワインが安かったの。普通の750入ったやつで、300円。300円だよ。美味しかったな。でもこういうやつがさ、やっぱり飲みたいんだよね。甘い。炭酸のやつ。だから今日はこれで乾杯しましょう。いい音。はい、乾杯。でーん。ああ。うまい。これ箸置きなんですけど、桜です。今桜満開だから、ちょうどいいね。何から食べようかな。迷っちゃうね。焼きそばから行こうかな。はい、焼きそばでーす。具沢山。まるちゃんのあれを作ったよ。豚バラの薄切りも入ってるの。ほら、ね。豚は売ってたけど、こんな薄切り売ってなくてさ、これの2、3倍する、3倍ぐらいかな?そういう薄切りしかないんですよ。だから、嬉しい。あとね、豚肉は、はぁ、美味しい。もやしうまい。あ、美味しい。キャベツも入れたよ。アメリカのキャベツはすんごい硬くて、歯で噛み切れないぐらい硬いんだ。だから、こういう柔らかいキャベツがすごく嬉しい。うまい。この脂身がうまいんだよね。あと、しめじも入れたんだよ。これは高いよ、アメリカじゃ。鮭。じゃん。立派。いい、美味しそう。私、鮭大好き。焼き魚が一番好き。美味しい。鮭はね、あっちで買うと高かったから、冷凍の大きな袋に鮭の切り身が4つぐらい入ってるやつを、割引の時にストックしてたんですよ。これ生だよ。生の鮭よ。最高。やっぱ生は美味しいね。しかもさ、その、鮭の切り身を買いたかったら、冷凍コーナーに行くか、ショーケースみたいなガラス張りのところに鮭の切り身がこう並んでて、そこで買わなきゃいけないんだけど、係の人に声かけなきゃいけないんですよ。英語で。で、私、英語にかなり苦戦してたので、ショーケースの近くに行くと、なんかよく会えて話しかけられちゃうから、あんま行けなかったの。こう、じっくり見たかったんだけど、人がいない時を見計らって、何やるかなって見てたんだよね。だからようやく思う存分選べて嬉しい。美味しいね。玄米です。日本の米はね、アメリカの私たちが食べてたお米より小粒で丸っこい感じ。うん、美味しい。もちもち感がすごいね。やっぱり粘りがすごいね。甘いしね。パサパサしないし、同じ鍋で炊いてるんだけど、美味しい。なめこ。
ナメコなんてさ、3年ぶりに見たよ。うわ、ぬるぬる。この長ネギもさ、食べたかったよ。スケアリオンっていう小ネギみたいなやつを切ってうちらは食べてましたけど、長ネギ美味しい。醤油をかけますよ。本物の醤油。長芋。もううまいね。ボストンにいる3年間は、日本食ってなると、アメリカ的には輸入になるじゃないですか。だから日本食が高いんですよね。だから、アメリカで買うと安いパスタとか、乳製品とか、メキシカンの料理とかが結構安く、鶏肉とかも安かったから、そういうのを食べて3年間節約生活をしてたんですけど、なんか3年もね、そんな生活してると、今度はさ、鶏肉食べようと思って日本で買おうとすると、鶏肉高いわけ。高いのよ。鶏が高い。アメリカでは一番鶏が安かったからさ、鶏ばっかり食べてたのにさ、鶏が高いよ。でも美味しいね。日本の鶏、美味しい。アメリカはね、450g で1ドルだったんですよ。1ドルってことは120円ぐらい。すんごい安かったんですよ。ね、業務スーパーでもそんな安くないでしょ、多分。だからね、鶏肉を買って冷凍して、解凍して食べてたし、納豆はね、買うと高い。3倍もすんのよ。だから、作ってた。なのでこれ、久しぶりの市販の納豆でーす。うちはさ、結構超大粒で納豆作ってたから、ごく小粒でもなんか変な感じ。量が少ない。もう大量に納豆ばっかり食べてたからさ、少なく感じちゃいますね。わー、でも懐かしい。この白いパック、いただきます。おいしい。このタレがうまいんだよね。ね、これがうまいのよ。醤油じゃなくて、なんかこう甘じょっぱいタレ、これだけでご飯食べられるよね。わかる。おいしい。これもあれもあれもあれも、これを一口でもろよってます。安上がり。あー、炭酸が強いね。炭酸が強い気がする。懐かしいような味がするような気がするような気がする。ビールの味ちょっとわかんないんでね。でもプレミアムモルツだよ。高級だよ。あー、美味しい美味しい。ちくわ食べよっか。ちくわはやっぱりそのまま食べよっかな。ちょっとお手手で失礼します。はい。おお、3年ぶりのちくわよ。懐かしい。美味しいね。うん。日本ってすごいよね。魚をさ、ただ食べるだけじゃなくてさ、こうやって加工して、練り物にしたり、あと何する？わ、美味しい。練り物にしたりさ、缶詰にしたりさ、焼くだけじゃなくて煮付けにしたりさ、生でも食べるし、焼いても煮ても食べるしさ、揚げてもフライもあるじゃん？アジフライとか。すごいな。今日は大学芋よ。3年ぶりの大学芋です。じゃーん。てりてり。あー、この黒ごま、最高。お惣菜コーナーでこれを見つけちゃってさ、買わずにはいられない感じ。もう2割引きで買っちゃった。アメリカのお惣菜コーナーはさ、揚げ物とかスープとかサラダもあったけど、フライドポテトはあったね。でも大学芋なんてさ、やっぱりないわけさ。うまい。美味しいね。家ででもうまい。私さつまいも大好き。アメリカにもジャパニーズスイートポテトっていうのが売ってて、さつまいもとは書いてないんだけど、それを溶かして焼き芋にしたことはありましたね。それはそれで、ああ、すごい美味しかったんだけど、大学芋はちょっとさ、家で作るの大変だから。てか、忘れてたわ、存在を。美味しい。長芋うま。おかかうま。そういえば、日本に帰ってきてさ、びっくりしたのはさ、この間話した、コンビニに行ったんですね。セブンに行って、現金でお支払いしたんです。で、502円ですとか言われたから、こう。台の上にさ、お金を置いたわけ。そしたら店員さんが、あ、お客様、こちらにお願いしますって言われて、パッて見たら、今はなんか現金を入れる機械があるんだね。なんかレジにくっついて、お札を入れるところとコインを入れるところがあって、そこにお願いしますって言われて、もうカルチャーショック。逆？逆カルチャーショック。3年前はなかったと思うから、なんかすごくびっくりした。あとさ、やっぱりさ、日本人が多いよ。日本人が多い。当たり前なんだけど、ボストンにも日本人はいるんですよ。私の住んでたボストンっていうところは、日本人の駐在、留学とかそういうの方が多くて、日本人が多い地域ではあるんですけど、住んでる地域にはね、ゼロだったと思う。アジア人っぽい人は見たけど、全然近所では見なかった。だから、あっちに日本人ばっかりいてさ、こう人混みにも歩くと、夫を見つけられない。髪の毛が黒で、夫はメガネをしてるんですよ。で、同じくらいの背格好でメガネをしてる人がいっぱいいるから、髪が黒くてね。あれ、どこに行ったんだろう。アメリカだったら、髪の色が違ったり、皆さん、背が高かったり、低めだったり、似たような人がいっぱいいて、お買い物行った時困りました。面白いでしょ。あと、外国の人が街歩いてると、あ、外
外国の人だと思って、なんかちょっと嬉しくなった。なんか自分も異国で生活して大変だったから、頑張れって勝手に思ってる。あ、そうそう。日本人が多くて、アメリカでは私たち世代とか、2、3、40代ぐらいの人とは関わったんですけど、それより上の人って私は関わらなかったんですね、全然。だから、日本にいっぱいおじさんとおばさんがいて、驚いた。おじいちゃんおばあちゃんもいっぱいいてさ、ああ、久しぶりに日本のおじいちゃんおばあちゃん見たと思って、ちょっとね、ほっこりしましたね。おじさんおばさんもいたし、なんかみんな元気でやってるって感じ。あとアメリカさ、香水みんなつけるから、わかんなかったからかな。なんかちょっと彼氏をした。彼氏がね、久しぶりに感じてね、すれ違った時とかね、あ、懐かしい匂いだと思ってね、ちょっと嬉しかったかな。なんか思い出すよね。親戚の、おじいちゃんとおばあちゃんのことを思い出しました。あとね、私、アメリカで英語力ゼロだったんですけど、英語を話せるようにね、いろいろ勉強してたんです。だから、帰ってきて電車に乗ると、英語が聞こえるの。電車でさ、なんだっけ、なんて言う ?This train. うん。なんだっけ ?is bound for. is bound for? なんだろう聞こえてないLeft side open. あ、will open? とか言ってる ?next station? Left door?Will you open? The next station is Tokyo. The doors on the right side will open. それが聞こえるようになってきた。意味がわかる。渡米前はね、なんか言ってんなって思ってたんだけど、英語好きじゃなかったしさ、英語に集中してなんて言ってんだろうって聞こうともしなかったし、もし聞いたとしてもね、全然わかんなかったの。オープンぐらいしかわかんなかったわけ。今は、わかる。The doors on the right side will open.まず電車内の広告とか注意書きとか、そこにこう日本語の下に小さく英語で書いてるんですよ。それを見てそっちを読んじゃうとかぶれてるそれを読んで分かるぞって、だからちょっとそれは感動したかな。私は東京に住むのは人生で初めてなんですね。社会人になるまで北海道で暮らしてたから、東京にまず慣れてないから、東京って人が多いね。すごい人が多くてびっくりしたね。いっぱい人が歩いてるし、信号青になったらめっちゃ渡ってくるじゃん。すごいなって思った。あとさ、スーツと制服姿の学生がめちゃめちゃ多いね。な、うん。アメリカはさ、制服ないところが多いと思うんだよね。制服っぽいの着てるの私見たことないんですよね。社会人も靴は着ないね。襟があるシャツ、まあ、スラックスみたいな。普通のズボン。で、革靴とか履いてないよね。革靴とか履いてないことが多くて、カジュアルなんですよ。ネクタイなんてね、全然見ないのさ。とかネクタイしてる人いっぱいいたし、スーツのジャケット着てる人がいて、おーすごいなー、なんかちょっと新鮮だなって思っちゃったりした。あと学生、もう3月だからさ、卒業式の人もいっぱいいるみたいね。制服着てなんかお花持ってる学生の人がいっぱい歩いててさ、あーおめでとうって思った。とにかくね、あー制服だー、あーネクタイいっぱいあるなーって思ってびっくりしました。とにかく日本語がいっぱい聞こえてきてね、ちょっと疲れちゃった。わかるから、意味が。アメリカでもこう、雑音がいっぱいあったけど、いろんな人の話してる声が。でも全然意味がわかんなかったから、なんていうの、あ、話しちゃダメな言葉とか、こう、クソとかさ、バカとか、そういう言葉もきっと言ってる人いたと思うんだけど、そういう言葉は理解できなかったから、なんかこう、よかったわけ、私にとって。だけど、日本語だとさ、理解できちゃうから、なんかね、すごくね、イライラして、暴言吐いてる人が、こう見て、なんか、ちょっと、疲れちゃった。だから英語できないにはやっぱりいいとこもあるよ。お前が言えない。もう時差ボケももうそろそろ治ったかな。ボストンと日本は本当に昼夜逆転だったんですよ。夜早く眠くなる。で、朝の4時半とかに目覚めちゃって、朝まだ暗いのに。でももう寝れないから朝から活動し始めて夜9時半とかにしたよね。朝起きのさ、一番苦手なんだけど、これを機に朝方になるぞ。どう思う？無理だ。無理だね。あ、そうそう。今、新居にいるんですけど、アメリカに家具とかを置いて、持ってかなかったんですね。お金かかるから。で、日本の家族の家に必要最低限の段ボールと大きな家具を置かせてもらってたから、引っ越してすぐ生活はできるんですけど、テーブルはね、処分しちゃったんですよ。だから今、テーブルがないの。どこでご飯食べてるかというと、板。これの下にこう引き出しを乗せて板の上でご飯食べてます。早くテーブル来てほしいな。ボストンから帰ってきても1週間ちょっと経つけど、なんかまだ実感がなくて、
本当にボストン去るのはね、私は名残惜しかったんですけど、だけどさ、泣けなかった。なんか実感がないのさ。東京に長期旅行に来てるような感じ。ここ最近で一番グッときたのは、帰国編の動画を編集してる時、空っぽのさ、前住んでた家をね、出る時とか、またね、行ってきますとか言うところとか、最後さ、飛行機に乗るところとかを見返すと、そこでようやくちょっとうるっときそうだったんだけど、泣けない。私すぐ泣くんですけど、なんか泣けない。どうしてだろう。日本でいろいろまだやることとかさ、引っ越しも完全に終わってないしさ、不安とかがそうさせるのかなと思ったりして。恋しいよ。恋しいのは事実。あ、マジリチだ。まだ食べるものがあるのよ。見てほしい。冷蔵庫。何でしょうか。よ、じゃん。雪見大福。私これ大好きなの。これさ、お餅に包まれてるバニラアイスの。日本のね、伝統的なアイス、雪見大福が大好きなんですよ。これを3年ぶりに食べます。なんかね、餅アイスっていうアイスはね、売ってたんだけど、雪見大福マニアの私たちとしてはお餅感が物足りないかなって。やっぱね、これには勝てないよ。何がいいってさ、この雪見大福の周りのお餅の薄さと、もちもちさ。餅アイスはね、中のバニラアイスとかはすごく美味しかったんだけど、ちょっとね、外側がちょっとボソボソ気味だからね、雪見大福を愛してやまない私的にはちょっとね、合格点は出せなかった。ということで、本場の雪見大福いただきます。これね、安売りだったのよ。80円ぐらいで買えたから。もうこれ見て、これがついてんだよ。これ刺して食べるの。しかもここにもさ、雪見大福ハートって書いてるよ。しかもここにほら、メッセージがある。読むよ。皆様へ、お餅が生まれ変わりました。その名も弾むプニープニー餅。日本語がいっぱい書いてるよ。かぶれてるね。かなさんかぶれてますね。コメントでいっぱい来ちゃう。赤ちゃんのほっぺって触れるだけで笑顔になれますよね。雪見大福はそんな笑顔になれる気持ちの良い弾力感をずっと目指してきました。そしてついに弾むプニプニ餅が出来上がったんです。みんなが力を合わせて何かを作り上げるって素敵ですよね。新しい雪見大福がたくさんの笑顔を作れたら嬉しいな。雪見うさぎより。開け口にもさ、この可愛い餅が書いてあるよ。私はね、これちょっとだけ表面溶かして柔らかくしたのが好きです。これ確認ね。うん、いいでしょう。ほら。大勝利。何今の。出た。あ、福井城。福井城。シリ。大勝利だからシリに行く。シリがいきなり反応したよ。びっくりした。ではいただきます。雪見大福大好き。うまー。この餅、餅がどうしちゃったのってぐらいビヨンと伸びて、この中のミルクアイスが美味しいんだよね。きめ細かくて濃厚で本当に美味しいわ。この餅の薄さともちもちさ、もう3年我慢してさ、当たり前に食べてた雪見大福のありがたみをね、感じましたよ。100円でこんなに幸せになれるお菓子ある？あー、美味しいね、日本のご飯って。母国っていいね。健康で過ごせていいですね。本当に感謝。はい、ということで今日は3年ぶりに日本の食材を食べまくってみたということでした。いや、今までさ、当たり前に食べてて、あ、美味しいなと思ってたけど、それで終わってたんだけど、本当にさ、日本のご飯って美味しいなって思いました。この気持ちを忘れないで、これからも日本で生きていきたいと思います。ではまたねー。雪見大福最高。